テンスイ格闘技 TV テンスイ始まりました。テンスイ森川です。はい、というわけで本日のテーマは2024年1月ライジンバンタム級ランキング。はい、というわけでですね、ライジンバンタム級ランキングを本日はやっていきたいと思います。ライジンの方でねランキングっていうのは出てないんですよ。ライジンランキング制度ないんで、じゃあ私たち格闘技 TV 天水でランキングを作ればいいじゃないかということで、ライジンバンタム級ランキングを本日はやっていきたいと思います。でね、2023年たくさん大会ってね、前回が秋にやったんだかな、秋にやって、でそこからねランキング更新しないの でその秋以降に、試合があって、でその後ね、まあランキングもねレーダーチャートもちょっと変動してますので、そちらをぜひ見ていただいて、今後のねライジンバンタム級先生を占っていければなと思っております。で、あの選手はね、この選手がね、まだ入ってんのかどうなのかっていうところもね、ぜひ注目してほしいと思います。それでは、やっていきましょう。それでは、第10位、東進、倉本和馬選手です。はい。というわけで、東進、倉本和馬選手が10位にランクインしています。前回も10位で、変わらず10位ということになります。バンタム級戦線ね、正直ね、この上の3つぐらい、10位、9位、8位ぐらいはそこまでね、ランキング変動しません。で、前回2023年は太田忍選手と戦って、そこからね、試合してないので、まあこういうね、ランキングの変動もなしという感じになります。倉本和馬選手ね、俺めちゃくちゃ好きな選手で、ジャーマンスープレックス8連発とかね、もうあれとかマジで超感動的なんで、あれはぜひね、見てほしいなと思うんですが、やっぱ投げ強いし、打撃もしっかりできるしっていう選手なんですが、太田忍選手とね、やった時に、もうほんと組む暇もなく一発でやられてしまったっていうところで、まあ年齢もね、37歳なので、まあこの先ね、どこまで伸びるか、どこまでね、またトップ先生に追いつけるかっていうところが、まあ心配ではあるんですが、まあ俺は好きな選手なんで、またこの先、ちょっと成長した姿というか、さらに強くなった姿を見たいなと思っております。それでは第9位、一撃筆頭の空手王子、滝沢健太選手です。はい、というわけで、タッキーが第9位ということになります。元ファンクラスバンタム級1位っていう成績と、あとライジンのね、バンタム級トーナメントでベスト4まで残ってる選手ですので、実績的にはね、もうちょっと上なんじゃないかなと思うんですが、まあ、バンバンね、バンタム級戦線も入れ替わっていくので、まあ今はこんぐらいのレベルまで、ランキング的に落ちちゃってるんじゃないかなっていうところと、あとライジンでは3連敗っていうことで、で、しかも太田忍選手で負けちゃったことでね、かなりここは落としちゃってるんじゃないかなっていうところで9位になっております。で、年齢的にはまだ29歳だし、打撃もめちゃくちゃ強い選手なんで、まあ、一発でね、しっかり試合ひっくり返せるような力を持ってる選手なので、まあ、この先もね、全然上に上がるチャンスはあるとは思うんですが、まあ、この上がね、もうどんどん強くなってますんで、まあ、この先ね、ちょっと期待したいと思います。では、第8位、盆栽第4の男、アラン・ヒロヤマリハ選手です。はい、山ちゃんですね。山ちゃんが第8位にランクインってことになります。山リハ選手ね、まあ、この前の試合だと所博選手に勝ったりとか、っていうところだったんですが、まあ、判定勝利でね、勝っていたりとか、もうちょっとね、俺の中で強いイメージだったんだけど、少しね、今のところ、ちょっと落ちてきちゃったかなっていうところがあるので、まあ、この第8位っていうことになります。年齢的にもね、倉本選手と同じ37歳ってことになるので、この先ね、どれぐらいこう伸びていくのかって、伸びしろの部分ではね、ちょっと心配なところあるんですが、まあ、とにかく体強いし、ムキムキマッチョなんで、まあね、こう、戦い方によってはね、とか相性によっては、全然上にね、食い込むチャンスあるんじゃないかなと思っております。はい、というわけで第7位、忍者レスラー、太田忍選手です。第7位って聞くとね、ちょっとこんな下って思われてしまうかもしれないんですが、まあ2023年ね、たくさん試合しまして、滝沢健太選手、安田龍生選手に勝ったりとかしてるんですが、まあね、このトップ戦線を狙っていこう、タイトルを狙っていこうっていうところで、佐藤翔子選手に負けてしまいまして、まあここでね、ちょっとストップかかったかなっていう感じですね。かなりね、こう試合的には面白い試合もするし、しっかり勝ち上がっていくんですが、まあそのトップ戦線と、戦ってどうかっていうところがまだまだね、ちょっと厳しいところなんじゃないかなってところだと思います。ですがね、やっぱり芦田龍生選手とかでやって見てもらって分かったと思うんですが、やっぱりポテンシャルはもう図抜けてますよね。完全に多分このバンタム級の中でも、まあトップに近いような
フィジカルとポテンシャルを持ってると思いますので、まあこの先ね、まだまだね、伸びていくとは思うんですが、まあちょっと負けと、まあ最近勝った選手もね、そこまでこれから、バンタム級で頑張ろうっていう選手なので、ちょっと難しいかなってところですね。というわけで、ここは第7位となります。はい、というわけで、バンタム級第6位、ベルト覚悟の返上、中島大選手です。はい、というわけで、中島大選手が6位にランクインします。元バンタム級キングオブファンクラシスト、中島大選手なんですが、11月にね、ファンクラスのベルト返上しまして、でなぜ返上したかというと、ライジンバンタム級でベルトを取るためだと。まあ、これは覚悟の証ですってことで、ベルト返上して、今ライジンにね、バンタム級、乗り込んでおります。中島選手ね、まあ、いろんな階級でフェザーとかバンタムとかで結構戦ってたりとかしてたんですが、まあ、しっかりね、今回から、バンタムに絞って戦っていこうということになります。で、ケラモ選手にはやっぱ負けちゃったのでかいかなと思うんですよね。やっぱりこう、体格差とか何もできずっていうところがあったんで、まあ、じゃあもうバンタム級でしっかり絞ってやろうっていう覚悟を決めて戦ってる感じになります。で、前回の試合では岡田亮選手にね、しっかり判定勝ちをして、で、元シュート、バンタム級の世界チャンピオン、岡田亮選手しっかり勝って、2023年ね、終えたという感じになります。なので、まあ、この中島大選手ね、見た方はすごくよくわかると思うんですが、まあもちろんね、こう、目立つとか、花があるとか、そういう感じではないんですが、ほんと実力派、打撃もしっかりできるし、組みもできるし、まあほんと強い選手なんで、で、まあ判定が多いっていうことで、結構ね、それこそ塩試合とか、つまんないみたいなこと言われやすい、戦績ではあるかなと思うんですが、判定で勝てる方が俺はすごいと思ってて、判定って本当実力とか実績とか、経験とか本当ないと判定で勝つのって難しいんですよ。っていう風に考えていくと、中島大選手、俺これかなりこの上を食ってく、ことあるんじゃないかなと思って見てますので、ぜひね、この中島大選手注目してほしいなと思います。それでは第5位、ディープのファンタジスタ、元谷由紀選手です。はい。というわけで、まあね、一応チャンピオンがいて、バンタム級四天王があるっていう風に考えていくと、まあギリギリ四天王入りかなっていうところが元谷由紀選手になります。前回の試合、ヴィンス・モラレス選手っていうね、謎の外国人、JTT からね、送り込まれた謎の外国人に、まあ負けてしまいまして、まあしかもね、結構圧倒的な差で負けてしまって、ちょっと元谷さんっていうね、ちょっと悔しい気持ちになったんですが、第7代ディープバンタム級王者っていうことで、まあ、このね、実績とか、持ってるポテンシャルで言ったら、全然世界でも戦えるレベルの選手だと思ってるんですが、まあ、前回の試合はね、何があったのか、ちょっとね、精査を書いてしまいました。で、こうなってくるとね、多分、元谷さんなんかは、またね、下の階の選手たちと、結構やらされて、門番的な役割をね、この、俺が上には行かせないみたいな、俺は知ってんの中でも最弱、それでもお前らには負けないみたいな、なんかそういうまた立ち位置になるのかなっていうところで、またね、こう上目指すとか、タイトルマッチとかね、そういうところ見たいなっていうところもあったんですが、またね、振り出しになっちゃったかなっていう感じですね。それでは第4位、JTT からの刺客、ヴィンス・モラレス選手です。はい、というわけで、前回の大会見てない方にとっては、誰こいつっていうね、感じになると思うんですが、元 UFC フェザー級ファイターのヴィンス・モラレス選手がね、この前、元谷選手、戦いまして、見事、勝ったということで、ちょっとまたこれでね、ごちゃごちゃしたというか、なんかこういうことがね、またどん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 起きていくんじゃないかなっていうところですね。USC とか、ベラトールでやってましたっていう選手たちがね、最近ね、たくさんね、こう来てるんですが、まあそういうやっぱ実力持ってる選手が、どん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 ね、このバンタム級とかフェザー級も荒らしていくんじゃないかなっていうところで、また嫌な選手が入ってきたなっていうところですね。で、もともと朝倉海選手の、アーチレタ戦のスパーリングパートナーとして呼ばれたヴィンス・モラレス選手だったんですが、朝倉海選手が推薦でね、この選手いいですよ、みたいな感じで、まあ出たところ、やっぱり強かったっていうところで、朝倉海選手曰く日本人じゃ誰も勝てないんじゃないみたいな、ぐらいのことを言ってた選手なんですが、本当に強いですね。なんか、フィジカルも強いし、打撃もしっかり強いし、で、グラウンドでもね、しっかりフィジカルがあるので、めちゃくちゃ強いんで、ほんと隙がないって感じですね。で、こうなってくると、ちょっとね、どうなのかなっていう、日本人選手確かに、この選手にしっかり勝てる選手っているのかなってところで、
まあ、難しいところではあるかなと思います。トータルファイターっていう言葉がね、すごく合ってるような選手になると思うので、まあ、この先ね、このビンス・モラレス選手と戦う日本人選手はね、ぜひね、攻略してほしいなと思っております。はい、というわけで第3位、地獄のエンジェル、井上直樹選手です。はい、というわけで、エンジェルね、まあ、去年はね、病気がありまして、まあ、試合がね、ちょっと流れてしまったりとか、試合できないってことがあったので、ちょっと残念な一年になってしまったかなというところがあります。アーチェルッタともね、戦ったんですが、やっぱり勝てなかったっていうところで、やっぱそのレスリング力、そのグラウンドの弱さみたいなところっていうのが、まあ、前回出てしまったかなっていうところであります。ですが、まあ、天性から見て、やっぱり打撃のレベルとか、能力っていうのは、やっぱりこのバンタム級でも、俺はずん抜けてるなと思ってますので、まあこの打撃力と、まあ充実力っていうのを兼ね備えた井上直樹選手っていうのは、まあまあ、そう簡単にね、負けないんじゃないかなっていうところ。で、2024年はね、佐藤昇降戦も控えてますんで、ここで勝てばね、バンとステップアップして、ついに朝倉海 VS 井上直樹が実現するんじゃないかなって本当に思ってますので、ぜひね、ここは勝ってほしいなと。我々格闘技 TV 天水ファミリーでもありますので、ぜひね、ここは勝っていただいて、またね、コラボさせていただいて、ね、一緒に盛り上げていけたらなと思っております。というわけで、第2位、狂犬将軍、佐藤昇降選手です。はい。というわけで、第10代シュートバンタム級王者、で、1にね、最近まで参戦していた、佐藤昇降選手、なります。もう53戦してるんですね。そんな試合してんのかっていうね、圧倒的な経験数なんですが、まあこの前の試合2023年太田忍選手と戦って、まあ、佐藤昇降選手年齢的にも36歳なんで正直こうピークは過ぎてると思われてた選手なんですが、やっぱり太田忍選手相手にもう完全に完封して勝利したっていうことで、いやこの佐藤昇降まだまだ健在だなという感じであります。やっぱりワンで見てた時もね、もうとにかく面白いんですよ。殴り合い上等みたいな感じで、バンバンも殴り合うし、どんな選手に対してもね、引くこともないし、最後の最後までね、やっぱり勝ちをしっかり拾いに行くっていう姿勢もめちゃめちゃかっこいいなと思うので、佐藤昇降選手ね、この先もちょっと、それこそ朝倉海とか、その辺戦ってどうなのかっていうのは本当に見たいなと思っております。はい、というわけで、ライジンバンタム級、第1位。前回が第4位で3ランクアップ、革命のアウトサイダー、朝倉海選手です。はい。というわけで、朝倉海選手が第1位となります。まあ、ファン・アーチレッタ選手いないんじゃないかと思われたと思うんですが、ファン・アーチレッタ選手はね、フェザー級に上げるっていう、2階級制覇したいっていうね、鈴木翔選手に宣誓布告してたりとかしますので、まあ、ここにはね、ファン・アーチレッタ選手いなかったりとか、あと、キム・スーチョル選手もいたんですが、もう、ロード FC にね、もう、ほぼ賛成していて、まあ、ちょっと借りてきたぐらいの選手なのかなってところで、キム・スーチョル選手もいないですと。ってなってくると、もうね、ここに来るのは、朝倉海選手で間違いないかなと思っております。で、このランキング自体は、その、強さ順なんですよ。強さ順で並べてたりするので、まあ、ここのチャンピオンだから1位ってことは絶対ってことはないんですが、朝倉海選手のやっぱり強さも、実績も、しっかり第1位ということになります。で、なんと言ってもですよ、バンタム級の王者に、返り咲きまして、ファン・アーチェッタをしっかり KO で勝利したということで、これは激アツでしたね。まあ、このアーチレッタに勝つなんてことは、まあ無理だろうと。正直厳しいんじゃないかなっていう、まあ私も思ってましたし、難しいんじゃないかなと思ってたんですが、まあちょっとね、まあケチはついちゃったかなとは思うんですよ。いろいろこう体重制限があったりとか、まあ減点があったりとかね、ついちゃったと思うんですが、まあそれでもね、しっかり朝倉海が、まあこの試合ね、しっかり制したってことで、まあこの地位をね、しっかり守ったし、バンタム級絶対王者俺だっていうところを見せてくれたかなと思っております。で、まあね、この試合に関しては、まあ、ケチつけるとしたらだよ。ケチつけるとしたら、まあ、正直、アーチェルッタが、もう 50% の減点っていうことで、もう行かなきゃいけないっていう試合になっちゃうんですよね。突っ込まなきゃいけないっていうところで、本当はもうアーチェルッタとしてはもうちょっと慎重に慎重に、試合運んでって、で、テイクダウンできたら、まあ、ポイント稼いでって、みたいな試合展開考えてたと思うんだけど、まあ、50% 減点っていうことで、まあね、こういう風に、どうしても突っ込まなきゃいけないっていうところに膝蹴りもらっちゃった感じなんで、
で、まあ、あっち行った方が悪いだろうって思われると思うんだけど、まあ、体調悪かったりとか、まあ、そういうのもあったし、そもそも俺が思うには、契約書にそういうこと書いてないのかなと思って、もし、こう、体重超過があった場合は、こうしますよとか、こういう、ペナルティがありますよとかっていうのが、もうちょっと正確に明記してあれば、なんかもうちょっと良かったんじゃないかなっていう。なんかその体重超過が判明してから、じゃあ戻し制限どうしようとか減点どうしようみたいな感じになってるっていうのは俺はなんかいまいち意味わかんなくて、なんかね、そこ決めてあげれれば、それこそアーチレッター、いやお前が体重超過したのが悪いと、体調を合わせられなかったのが悪いってなるんだけど、なんかこう体重超過された側がまあ決めれるみたいな、そういうこう制度になっちゃってるから、なんかそこはね、俺はあんまりいまいちねピンとこなかったんだけど、だけどまあもうアーチェイターしっかりねこう判定で勝ったらそれこそケチついたかなと思うんですよ。もっと、その 50% の減点があったからどうのこうのみたいに言われちゃったかなと思うんだけど、ここでしっかりね、KO で勝ったっていうことはねすごかったと思います。本当にそこで、勝つってことってかなり難しいことなんですよ。やっぱり勝たなきゃいけない試合を勝つっていうのが本当に俺は難しいことだなと思ってるので、そういう意味では浅村海選手ね、しっかり KO で勝ったっていうことで、打撃能力が、6.5 っていうことでね、この、レーダーチャートの、チャートをもうオーバーしました。これは UFC のファイターとかだとね 6.5 とかつく人いるんだけど、ライジンで初じゃないですかね、この 6.5 っていう数値を叩き出したということになります。というわけで浅村海選手が第1位となります。はい、というわけでここまでご覧いただきありがとうございます。ここまでね、ライジンバンタム級、2024年1月現在のランキングっていうのを発表していきました。で、このランキング自体はね、どんどん試合があるごとに更新していく予定です。まあできればまあ年4回かなのイメージで、春夏秋冬みたいな感じでね、年4回ね更新していきたいなと思っておりますので、まあ試合あるごとにねこのランキングは楽しみにしていただきたいなと思っております。で、まあ結構ねその大会数は2024年は増えるっていう話なんですが、やっぱりこうバンタム級ちょっとね変動しにくくなってるかなっていう、まあもちろん強い選手も入ってきてるっていうこともあるし、そういう意味でこう試合組まれない選手、金太郎選手とかね、もっと前はねいたんですが、金太郎選手もランキングが外れてきたりとか、なんかそういう風になってきてしまっているので、まあもっとねバンタム級もねこれから、まあもともとはバンタム級一番盛り上がってたんだけど、堀口選手がいたりとかねしたから、だけど堀口選手もフライに行っちゃったりとか、まあそういうところも流れもあるので、まあそういう意味ではバンタム級これからねまたさらに盛り上がってほしいなと思っております。で、一番の注目がやっぱ朝倉海選手が海外に行くのかどうかっていうね、海外で戦いたいですみたいな名言をしてるんですが、俺ここはちょっとねもう騙されねえぞと、もう騙されねえぞとちょっと思ってます。やっぱ朝倉未来といえばね、やっぱりその海外行く詐欺じゃないですか、正直言って。いや、だから、いや、行こうと思ってたと思うんですよ。行こうと思ってたと思うけど、正直、俺もう行く詐欺になってるから、そんな海外行くとか言って、また行って、ファンの気持ち煽って、いや、楽しみみたいなさせて、で、結局行かないみたいな、またなんかそういうね、詐欺なんじゃないかなって俺正直思ってるので、これで浅倉海選手が本当に行ったらね、俺めちゃめちゃ激アツだし、その浅倉海選手って、それこそファイトマトリックスっていうね、PFP ランキングつけてる、海外サイトがあるんですが、まあそれで見てってもかなり上位の選手なんですよ。本当にこう USC を戦えるようなランキングにいる選手なので、まあその選手、浅倉海選手、しかも日本人が、しかも打撃が強いっていうね、選手。まあ結構 USC にね、いろんな選手行ってるんですが、どうしてもやっぱ組の選手とか、レスリングバックボーンの選手っていうのがやっぱ多い中で、こういう打撃が強い選手が UFC に行って、バンバンこう KO を量産するようなね、試合が見れたりとかしたら、ほんと熱いじゃないですか。だからそういう試合っていうのをちょっと期待したくて、そういう応援したくなるんだけど、いやなんか、変に騙されたくないというか、もうね、ホロエに勝てるみたいな。俺より俺は強いんだみたいな感じで言って、朝倉未来選手とかね。いや、俺でもあの当時本当に言ってたら、ワンチャンあったかもしれないなと思ってんですよ。あの強さとあの勢いと、あの嗅覚と感性が研ぎ澄まされた朝倉未来だったら、まあ、本当に10回戦って1回ぐらいの可能性かもしれないけど、俺は勝てたかもしれないと思ってるんで、そういう意味では、こう、朝倉海選手ね、本当に、もう今かなと思ってるんですよね。結構 USC のチャンピオンって、割と30中盤ぐらいでもいるんですよ。全然いるんで。そういう意味ではまだまだいけるんだけど、
だけどまあそのタイトルマッチやらせてもらうまでにかなり時間かかるものでもあったりすると思うんで、そういう意味ではもう本当にね、早く早く行ってほしいなと。行くならね、行くならちゃんとも行ってほしいし、もう行かないならそうやってね、こう期待させるようなこと言わないでほしいなっていう思いでいます。というわけでね、ここまでランキング見ていただいたんですが、ぜひね、皆様のランキングも、コメント欄の方によろしくお願いします。まあこれはね、あくまでも、格闘技 TV 天水のオリジナルのねランキングになります。レーダーチャートになるので、いやこの選手はもっと上だとか、この選手はもっと下だとか、まあそういうのあると思いますので、ぜひ皆様が思うランキングも教えていただけると嬉しいなと思います。まあそれをね参考にしてこのランキングつけたりするんですよ。なのでぜひね、自分だけの、ライジンバンタム級ランキングもぜひよろしくお願いいたします。でちなみにこれ絶対評価じゃないんで相対評価でつけてますので、なんかこの数値だったらフェザー級の誰々で勝ってしまうってことかみたいなことではないので、ぜひねそこら辺はお間違いなくよろしくお願いいたします。それではこの動画が少しでも面白いなと思ったら、いいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイデン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。